両脳、A、ヒンドブレインとは、脳の一部の発生学上の故障。第四脳室の底にある皮脂型の凹みを囲む部分を、U、両系脳。脊椎動物の中枢神経系の一部を、発達上に基づき分類した故障で、塩髄、端、小脳に分化します。共に、重要な身体プロセスをサポートしている。ロンベンセファロン五脳は、ロンボメアと呼ばれる。 様々な数の横方向の主張に細分することができます。人肺では、微足から、ふん側まで8つのロンボメアが区別できます。RH8RH1。ふ RH ん側では、地境は、中脳との境界を確定します。微足両脳は一般に、神経管閉鎖の開始部位と考えられてきた。脳の発生の過程でできる脳法の最も後方の、膨らみであり、 脊椎動物の脳の発生において、最初に現れてくる三つの膨大部の中で、最も後ろの五脳法。後に、両脳の全部からは、小脳と、端、後部からは、塩水が分化してくる。両脳の内空は、第四脳質と呼ばれる。エラに関係する神経が出入りして、ひし形に膨らんでいるために両脳と呼ばれる。哺乳類以外の両脳の複足表面には、哺乳類に見られる。 大脳皮質と関係した端の基底部、衰退などは認められない。各機能区域は生活様式と関連して変異を示す。ロンバーミアーズ RH3RH1 は五脳を形成。五脳は端と小脳で構成され、以下を含むロンバーミアーズ RH8RH4 は髄脳を形成。髄脳は成人の脳で円髄を、形成両脳は 発言する遺伝子及び脳と神経作の間の位置に関して食道化神経説として知られる節足動物の脳の一部と相同。これに基づいて両脳は570から5億5500万年前に積作動物と節足動物の最後の共通祖先であるアービラテリアンで最初に進化したことが示唆されています。稀な脳器継承脳であるロンベンセファローシナプシスは 存在しないか、または部分的に形成することを特徴とし、症状には運動失調が含まれる場合があります。この障害はゴメスロペスヘルナンデス症候群の主な特徴です。ありがとうございます。